オークランドアスレチックス、オークランドアスレチックス、略称、オークは、メジャーリーグベースボール、以下、MLB アメリカンリーグ西地区所属のプロ野球チーム。本拠地は、カリフォルニア州オークランドにある、オークランドアラメダカウンティコロシアム。チーム名が長いことから、エイズと略称でも呼ばれる。年に、フィラデルフィアで発足し、年の、 リーグ発足以来アメリカンリーグに所属する。20世紀前半、コニー・マックが50年以上にわたって監督を務め、後半はオーナーも兼ねた。現在はオーナーが監督、コーチ、または選手となることはできない。1931年までに9回のはリーグ優勝と5回のワールドチャンピオンに輝いている。1955年にミズーリ州カンザスシティに移転。 1960年には、チャーリー・オー・フィンリーが、オーナーに就任し、この名物オーナーの下で大変革が行われた。1968年に、現在の本拠地である、カリフォルニア州オークランドに移転。1970年代には、オーナーの奨励で、選手たちが揃って挑発に口ひげを蓄え、マスター種、口ひげギャングとして恐れられ、 リーグ3連覇した1988年から1990年以降は選手の年俸高騰に苦しむが2000年代前半からはビリー・ビーン GM によるセーバー・メトリクスを重視したチーム作りが注目されるようになった現在ユニフォームの袖に付けられているマークや球団マスコットストンパーのモチーフとなった白い像は 1905年のワールドシリーズで対戦したニューヨークジャイアンツの監督ジョン・マグローが新興アリーグのアスレチックスのことを白い像のような意味のない存在。白像には無用長物という意味があると下げすんだことにちなんで辞兆を込めてマスコットとしたもの。後に1911年のワールドシリーズでジャイアンツに雪辱を果たし、その際のパレードでは本当に 白い象をパレードに参加させた。当初は象に白いペンキを塗る予定だったが、反対にあったため白い布を巻いて、パレードに参加させた。フィラデルフィアは1830年代という古くから、人々がタウンボール、ベースボールの原型を楽しんでいた。土地柄で野球が普及し始めた1860年頃には、アスレチックベースボールクラブという競合のアマチュアチームが活動し、 ニューヨークやブルックリンのクラブに引けを取らない強さを誇っていたフィラデルフィアアスレチックスを参照。1876年にチームが解散した後も、1882年にはアメリカンアソシエーション、フィラデルフィアアスレチックスに、1890年にはプレイヤーズリーグ、フィラデルフィアアスレチックスにも同名のチームが誕生した。 現在のチームは1893年に発足し、1901年に新興メジャーリーグとして誕生したアメリカンリーグに加盟した。チーム名はフィラデルフィアに本拠地を置くことが決まった際に蒸気チーム名を複させたものである。コロンビアパークを本拠地とし、メンバーの多くは同じフィラデルフィアを本拠地としていたフィラデルフィアフィリーズから移籍してきた選手で、 発足1年目のチームとしては充実した戦力を誇っていた。特に看板選手だったナップラジョイとエースのチックフレーザーの遺跡の煽りを受けたフィリーズは弱体化し、以後長期にわたって低迷してしまうことになる。ラジョイはこの年打率426と打ちまくり、アメリカンリーグの初代首位打者となった。翌1九百二年、遺跡に絡む問題でフィリーズから訴えられたアスレチックスは、 ラジオイをクリーブランドに放出、カブスに至るウブワッテルを獲得する。マックは気候を繰り返すワッテルに手を焼いたが、その類いまれな脱三振能力を見抜いていた。アスレチックス遺跡後のは、デルは6年連続リーグ最多脱三振、1905年のリーグ三冠投手、最多勝ち、最優秀防御率、最多脱三振となるなど、1900年代のアスレチックスの主力投手となった。 1909年よりシャイブパークを本拠地とし、1909年から1914年は6年、連続90勝以上で、ワールドシリーズ出場を4回、ワールドチャンピオンに3回輝いた。マックが率いたメンバーは、10万ドルのナイア人と言われた一類種、スタッフィ・マッキニス、二類種エディ・コリンズ、三類種、フランク・ベーカー、遊撃種、ジャック・バリー。 当主は電動入りコンビのエディ・プランク、チー・イフ・ベンダーが中心だった。長く続くかと思われたアスレチックスの映画は、選手の年俸高騰により、マックが緊縮財政に転換したことで、1915年に突如その終わりを迎えた。主力当主だったプランクとベンダーは、前年から運営されていた、フェデラルリーグへ放出され、チームの得点源だったエディ・コリンズも、 ホワイトソックスへ移った。チームは機能しなくなり、アスレチックスは前年リーグ優勝チームが次の年に再開という不名誉な記録を作ることになる。二度目のチーム役死にの転機は1925年に訪れた。この年久々に88勝を挙げて、シーズンを勝ち越すと1927年から1932年に6年、連続90勝以上。 三年連続百勝以上を上げるチームになった。この頃のメンバーは、当主では、殿堂入りした、レフティグローブのほか、以前の低迷期から投げてきたエディロンメル、1929年から三年、連続20勝を上げたジョージアンーらが中心で、野手では、保守ミッキー・カクレーン、一塁手、ジミー・フォックス、外野手、アルシモンズ、三塁手、ジミー・ダイクスらがモーダを振るった。 特にシモンズはマック監督のお気に入りとして知られている。1920年代後半は殺人打線のニューヨークヤンキースの前世紀でもあったが、1929年から1931年のアスレチックスはそのヤンスさえ凌駕する勢いでリーグを3連覇し、二度ワールドシリーズを制覇した。しかし1932年以降、オーナー兼任となっていたマックは再び、 緊縮財政を取り、高級化した上記の主力選手を次々に放出、チーム成績は再び低迷する。1950年にマックの時代は終わりを告げたが、チームが低迷を脱するのはさらに20年先のことになる。成績の低迷が続き観客動員でも苦しむようになったアスレチックスは、1955年に本拠地をカンザスシティに移す。 戦績は相変わらず伸びなかったが移転1年目には初めて100万人を動員する子ができた。シカゴの保険業をしていたチャーリー・オー・フィンリーがアスレチックスを買収したのは1960年のことである。フィンリーは奇抜なアイデアを次々と出した。1963年には黄色、公式には金色と故障のユニフォームを採用。それまで MLB でも ユニフォームといえば、白、グレー、黒だけだっただけに、当時としては、極めて斬新であった。後1972年は、グリーンのユニフォームを採用。チームは1968年に、現在の本拠地である、カリフォルニア州オークランドに移転。1970年代に入ると、DH、指名打者制を提案し、アリーグは、この、フィンリーの案を満場一致で受け入れ。 1973年より DH 制を採用した。当時、ワールドシリーズは全てデーゲームで行われていたが、初めてナイトゲームで開催。他にも、四球ではなく三級で出塁というルールやカラーボールの採用を提案し、オープン戦では実行したが、受け入れられなかった。また、この当時、すでに地元メディアにインターリーグの構想を提唱していた。チームにおいても、 選手に長髪と口ひげを伸ばすことを奨励。同伴だったロリー・フィンガースは、カイゼルひげを蓄えた。日蓄制が始まった1969年以降、チームは長かった、低迷期を出しつつあった。1971年には、初の蓄優勝、リック・ウィリアムズらがチームを率いた1972年から1974年には、ワールドシリーズ3派を成し遂げた。 6度の盗塁王に輝いたバート・キャンパネリス、強打者、レジー・ジャクソンが攻撃の中心だったが、一方で充実した投手陣を擁し、キャットフィッシュハンター、バイダブルー、ケン・ホルツマンの3本柱に、クローザーのローリー・フィンガーズを要する投手陣は、安定感抜群であった。いかつい顔つきに、性格も荒っぽい選手が揃い、皆、口ひげを蓄えていたことから、チームは、マスター手。 口ひげギャングとして恐れられた。この頃フリーエージェント制の導入もあり、選手の年俸が高騰。最初の FA 遺跡となった、キャットフィッシュハンターが、ヤンキースに遺跡したのを引き金に、レジー・ジャクソンらの主力選手も次々と高級を求めて、遺跡。また、バイダ・ブルーラも放出し、チームは低迷して、人気も下がり、フィンリーはチームを運営する情熱を失い、 オーナー職を降りた。1980年にビリー・マーチンを監督に迎え、リック・ラング・フォード、マット・キーを、スティーブ・マッカー・ティーラ先発陣の踏ん張りで1981年にリーグ西地区の優勝を果たした。しかし、翌1982年は前年と同じ顔ぶれの先発投手陣がのきなみ調子を落とし、マーチンの時代は長続きしなかった。 この先発陣の不振は、マーチンの関東主義が先発投手に大きな負担を与えた子が原因とされ、以後 MLB 全体に、系統主体の投手起用や先発投手の球数制限などが普及するきっかけとなった。現に1981年のアスレチックスは109試合で60関東と、多くても30程度だった他チームの2倍近い関東数を記録していた。 1986年にトニーラ・ルーサを監督に迎える。時を同じくしてチームには若手が次々と対等し、ホセカンセコ、マーグ・マグワイヤ、ウォルト・アイスとチームは3年続けて新人王を輩出する。1988年から1990年には3年連続90勝以上で3度のワールドシリーズ出場を果たし、 1989年には、オークランドの対岸にある、サンフランシスコジャイアンツとのベイブリッジシリーズとなった、ワールドシリーズを制覇した。ダの中心は、カンセコ、マグワイアのバッシュブラザーズに、史上最高のリードオフマンと言われるリッキー・ヘンダーソン。投手陣は、デイブス・スチュワート、ボブ・ウェルチ、マイク・ムーア、デニス・エカーズリーと、先発3本柱とクローザーは、リーグ屈指であった。 1990年代以降はまたも主力選手放出や引退で低迷、球団の予算も限られる中、2000年代に入ると、マネーボールと呼ばれる、セーバーマトリックスを導入したドラフト戦略や、若手選手の育成がそうし、プレーオフの常連となるなど、競合の一角に返り咲いた。2001年と2002年には、リーグ最低レベルの年俸総額ながら2年連続で、 シーズン100勝を達成した。一方でこうして主力に育った選手を他チームに放出し、若手有望株を獲得し、育成といったことを繰り返している。黄金期を支えたティム・ハドソンや、バリー・ジド、マーク・マルダーの放出で獲得したダン・ヘイレンら、若手投手は躍進したが、いずれも他球団へ移籍した。近年は、 慢性的な観客動員現象に悩まされており、2007年には9年ぶりに勝率5割を割れるなど、成績も低迷。2009年には、マットホリデーらを獲得するなど、積極的な補強を行ったが、故障者が続出し、開幕から低迷すると、ホリデーも7月にトレードで放出。11年ぶりの地区再開に転落し、観客動員は39段で、 最低の140万8783人、1試合平均1万7392人まで落ち込んだ。2010年は DRS を重視した補強に乗り出し、それまで消極的だった盗塁やバントを戦術に組み込むなど、チーム編成に変化が生まれ、勝率が終わりながらも地区2位に浮上した。2011年はデビッド・デ・ヘスース、女子ウィリンガム、 松井秀樹などを補強、ブライアン・フエンテス、グラント・バルフォアなどのリリーフ投手も獲得したが、低迷し、畜産院に終わった。オフには、デヘスウスが、シカゴ・カブス、ウィリンガムが、ミネソタ・ツインズへそれぞれ FA で移籍。他にも、トレバー・ケイヒルとクレーグ・ブレスローを、アリゾナ・ダイヤモンド・バックスへ、ジオ・ゴンザレスを、ワシントン・ナショナルズへ、クローザーのアンドリュー・ベイリーとライアン・スウィーニーを、 ボストン・レトソックスにそれぞれトレードで放出したが、それと引き換えに、多くの若手有望株を獲得したためマイナー組織を充実させることに成功した。2012年2月13日には、キューバから亡命したヨエニス・セスペゲスを4年契約総額3600万ドルで獲得。亡命キューバ人として、過去最高額での入団となり、話題となった。 レギュラーシーズンでは、6月末時点で、地区首位だったテキサスレンジャーズに、最大13ゲーム差をつけられていたが、10月1日からの、直接対決3連戦に全勝、直前9月28日から30日までの対、シアル・マリナーズ3連戦と合わせて6連勝し、逆転で6年ぶり15回目の地区優勝を果たした。 13ゲーム差からの逆転は MLB 史上5チーム目のことであり、シーズン残り9試合の時点で首位と5ゲーム差からの逆転優勝は MLB 史上初のことであった。オフの12月18日には埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦を目指していた中島博之を獲得した。二千十四年はエンゼルスに地区連覇を阻止されたが、二連覇中の意地を見せなんとか、 ワイルドカード2位で終える。しかし、29年間ポストシーズン進出経験のない、中部地区2位のカンザスシティロイルズとの、ワイルドカードゲームでは、最大で4点あったリードを食いつぶしたのと、1試合で、ポストシーズン史上大記録の7個も盗塁されたのが、たたり、逆転サヨナラ負けを喫した。本拠地オークランドアラメダカウンティコロシアムが、アメフト圏用で、 野球観戦に適していない、球場周辺の治安が悪いなどの理由で、アスレチックスの観客動員は、伸び悩んでいた。そこで、球団は2011年をめどに、オークランドの南45キロほどにある、カリフォルニア州フリーモントに移転することを計画。この計画では、フリーモントに、約5億ドル、約600億円をかけて3万か3万4000人。 程度収容の野球専用の新球場を建設する予定であった。フリーモントはシリコンバレーの東寄りに位置する町で IT 企業に勤務する裕福な住民が多いとされる。サンフランシスコジャイアンツのフランチャイズ地域である3のゼから30キロほどの差に位置するが、フリーモント自体はオークランドと同じアラメダ群のためアスレチックスのフランチャイズ地域である。 2006年11月14日、新球場の名前がシスコフィールド、シスコフィールドとなることが発表された。名称はシスコシステムズとのネーミングライツ契約によるもの。契約期間は30人で年間400万ドル、4億7000万円を球団に支払うことになっていた。球場建設予定地はシスコシステムズから購入した58万平方メートルの土地であった。 このように計画は着々と進められていたが、2009年2月24日、移転が検討されていた地域の住民の反対などを理由に、球団は移転中止を発表した。その2日後の2月26日、サンノゼがアスレチックス側と移転に向けての協議を開始することが報じられた。しかし、サンノゼを含むサンタクララ軍は、サンフランシスコジャイアンツのフランチャズ地域であるため、 ジャイアンツはアスレチックスのサンノの税転反対を表明した。2010年8月、サンの税側が球団誘致活動を精力的に行っていることが明らかになった。ルールフォーナーは、かねてからサンの税は最良の選択肢だと語っていたこともあり、移転問題の進展が期待されたが、バドセリグコミッショナーは、ジャイアンツとのフランチャイズ問題の解決が先決で、あると語った。 2018年11月、球団は2023年に開場予定の新球場オークランドボールパークに移転することを発表。オークランドとサンフランシスコを結ぶベイブリッジ近郊のウォーターフロント地区に建設を定めしている。2008年の春には、訪日してボストンレッドソックスとの開幕試合を行った。また、開幕に、先立って日本チーム、巨人、 阪神との親善試合も行った。2012年の春にも、訪日して、シアトルマリナーズとの開幕試合を行った。また、開幕に、先だって日本チーム、巨人、阪神との親善試合も行った。2019年の春には、訪日して、シアトルマリナーズとの開幕試合を行う予定。また、開幕に、先だって北海道日本ハムファイターズとの、 新善試合も行う予定。ディブ。1978年に設立され、アスレチックスとフィラデルフィアフィリーズの選手を表彰している。アスレチックスからは25人が殿堂入りを果たしている。2018年に設立され、現在7人が殿堂入りを果たしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。